皆さん、こんばんは。カルトインターシブンシップビジネス区の岩田と申します。今日は緊急にですね、2022年ラストチャンスということで、今年入学がまだ間に合いますという最後の告知をしたいと思っております。まずですね、えー、今日時点の最初のキャパシティを見ると、まず MIB、こちらがサンシスコ、ドバイ、こちらがもう埋まっておりますと。一方、ボストン、ロンドンはまだ間に合いますと。続いて NBA ですね、こちらはサンシスコ、ロンドンがクラスを増設したというのでまだ行るというのと、 ドバイ、ボストンもまだまりますと。一方、ファイナンス、えビジネスックス、こちらがもう満席になっておりますが、マーケティング、えこちらがまだまりますと。こちらですね、アルファ型限定の保証の3000ドル、こちらもまだえ継続しておりましてえ、ファイナンス、ビジネスックスの対タタンキャンペーン、5000ドル。アントレソーシャルアントレの1万ドル、こちらも継続しておりますファーストデギグー、こちらは最大40%。こちらがまだまだ最後まで間に合うというので、 7月28日、あさってですかね。までに申請アプライいただければえ。まだ狙えると。こちらですね。在高誌の方からも、どん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 、えー、いい声が取られていて。例えば、MIB とマーケティングやられていて、アメリカのアマゾンの現地のエレマネージャーに内定しましたと。あとは、ファイナンスやっていて、アメリカ投資金庫で今インターンをしていて、卒業後は投資金庫で働きますと。確か彼は、あの、アルファのインタビューに出ていた方ですね。貯金、 ですね。MIB の方、現役者の方が、なんと、外銀、アメリカ系都市銀行でサマーインターンを総なめしたと。ゴーノマン・サックス、JP m o r g a シティ、バンカメの全ての内定をもらった。そういったことも出てきますと。その中、続々、在庫地の方からいい声が届いていて、えー、彼らは来月ですかね、卒業式を迎えるんですが、こうやって、どん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 内定をもらっていると。で、2021年、昨年のキャラレポートを見ても、こういったグローバル企業で皆さん、どん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 活躍されているので、 今年ですね、2022年、また行きたいというのであれば、えー、7月28日、これアメリカ現地時間なので、えー、日本時間だと7月29日、えー、まだ3日、時間があるので、それまでに、ある方に、えー、手を挙げていただいて、申請いただければ、まだ見なせるので、ありがとうございします。